巷で噂の RG144 分の1 RX782 のバージョン 2.0 を買ってきました。発売日より1週間遅れの17日に購入。散々レビューされてるんで、今回は問題になっている頭部の修正を動画にしたいと思います。問題の頭部外装パーツ、ゲート跡も丁寧に処理してここまで6時間ほどかかっています。確かにバルカンが埋もれてるね。一部のパーツのみを組み立て、遠い工程を見ながら当たっている箇所を探してみます。内部フレームと外装パーツの間に若干の隙間があります。干渉しているとしたらこの辺りか。外装パーツのこの5箇所のへこみ方にしては内部フレーム側の出っ張りが低い気がする。多分ここが一番干渉してるんじゃないかな。少し掘り込んでみました。
上がちょっと当たってるねん。トサカの平べったい部分を少しスライスして薄くしました。ここの出っ張りを削り落としました。どうでしょう？これなら違和感ないんじゃないかな。バルカンのアーム、部分の出っ張りを削ります。ひさしパーツのゲートをきれいに処理しておかないとはまらない可能性も。顎と熊取りに当たる赤いパーツがちゃんとはまってないと、左右のパーツが奥まで入らないので注意。最後のコンマ数ミリが硬いけど、隙間なく奥まで押し込むこと。完成。